1944年9月15日から12月15日までの第21軍集団の行動スヘルでの戦いは第二次世界大戦中の1944年10月2日から11月8日までの間にベルギー北部及びオランダ南西部で連合国軍とドイツ第15軍との間で行われた戦闘。連合国軍は ガイシモンズ中将指揮下のカナダ第一軍が帰還となった。1944年6月のノルマンディ上陸以降、9月までに連合国軍は、フランス北東部の山岳地帯では、ジークフリート船へ、低地部では、ベルギー・オランダ国境船まで進出していた。ロンメルにより補強されていた、大西洋防壁は、ノルマンディ方面で突破された後も依然として、 健在であり、連合国軍は、ブリテン島からの補給経路をすべて、ノルマンディーや、コタンタン半島の小さな穴から供給するかプロバンスあるいは、イタリア方面から上達しなければならない状態であった。ノルマンディーから東へ、ジークフリート線まで数百マイルも伸びた、平坦線の負担を緩和することは、喫緊の課題であり、9月4日に奪還された。 ベルギー・アントワープの港湾としての稼働は、補給問題解決の重要な手段であった。連合国軍は1944年6月6日の d ーデ y に、フランス・ノルマンディに上陸して以来、イギリス第二軍をネーデルラントに前進させ、ブリュッセル及び、アントワープを占領したが、なお、アントワープ港の港湾施設は損なわれてはいなかった。しかし、アントワープは、 スヘルで川を遡上した内陸にある港湾であり、その河口域のドイツ軍は依然として健在であった。川口南部の主要な都市は、ブレスケンズ。北部は、南北、デファラント及び、ワルヘレンからなる半島であり、その先端は、スヘルで川口欧祭が構築されていた。イギリス軍の前進は、アントワープを占領したところで停止しており、 その間ドイツ軍は海への出口となるスヘルデ川、川口地帯を支配し続けていた。アントワープ港の封鎖への対応は9月いっぱい何も行われなかった。これは9月17日に発動されたドイツ軍占領地域へ一挙に侵攻するという大胆な計画のマーケットガーデン作戦に連合国軍の逼迫していた物資の多くが振り向けられていたためであった。 また一方、スヘルデのドイツ軍は防衛線をすでに構築し、迎撃の準備を整えていた。10月初め、甚大な損害を出して失敗したマーケットガーデン作戦の後に、連合国軍はカナダ第1軍を先頭に、アントワープ港を支配下に置く行動に着手した。スヘルデ川、川口駅とワルヘレン島は、ローマ機から海上交通の拠点であり、 中世バイキングの頃には、鳥出が築かれ、英乱戦争やナポレオン戦争においても走行地となった、知られた要衝の地であり、堅固に構築されたドイツ軍の防御陣地は、連合国軍の行動を遅延させるに、効果的だった。さらに、川口地帯の失勢で複雑な地形は、スヘルでの戦いを、特に厳しく犠牲の多い戦いにさせ、さらにこの戦闘による、 カナダ軍の損害は、徴兵制度の危機を悪化させることとなった。防御していたドイツ軍は陸地に、地雷、水中には機雷を付設し、さらに対却戦に火砲と狙撃兵を配備していた。この困難な戦闘は5週間に及んだが、カナダ第1軍は他の国籍の部隊の支援を受け、多くの水陸両用作戦を行い、障害物を乗り越え、 犠牲の大きい海兵地での戦闘の後にスヘルでの戦いに勝利した。連合国軍は最終的には11月8日に港湾地域の総統を終了したが12,873名の犠牲を出し、その半数6,367名はカナダ軍将兵であった。ブレスケンスやフリッシンゲンミテレブルフなど伝統的な街並みは イギリス本土からの絨毯爆撃と海上からの艦砲射撃により海人と化したが戦後その街並みは復興されたこの戦いによりドイツ軍は脅威とならなくなったがアントワープ港までの総海作業が必要だったために最初の輸送船が連合国軍の物資供給のため港へ荷上げできるまでにさらに3週間を必要とした3構図ザ バトルオブザ・スケルト・セプテンバー・ノーベンバー1944パートアイプラニングンオペレーションズ・ノース・オブ・アントワープのマップ8参照1944年9月12日にガイシモンズ中将の臨時指揮下のカナダ第一軍はスヘルで畜総統の任務を与えられたこの時指揮下にはカナダ第二軍団及びイギリス第一軍団だけでなくポーランド第一装甲師団 イギリス第49、第52不評師団が配属された。スヘルデ川川口地区の解放計画は4つの主要な作戦行動がそれぞれ関連し、困難な地形の中で行われた。ヘント、テルネーゼン運河9月21日、カナダ第4走行師団は、ブレスケンスポケットと呼ばれたスヘルデ川南岸にある、オランダの町ブレスケンス周辺地区の総当任務を与えられて、 ヘントテルヌーゼン運河の線のほぼ北の線に沿って移動した。ポーランド第一走行士団はオランダベルギー国境線に向かい、さらに東にアントウェルペン北方の重要な地区に進行した。カナダ第四走行士団はムーブルヘでヘント運河を溶かし共闘法を設けたが、レオポルド運河とレイエ川との二重線による強固な防御陣地に直面した。 最初の連合国軍部隊となった。ムーケル家付近で攻撃を開始し、運河を渡り、共闘法を築いたが、ドイツ軍の反撃に遭遇し多くの犠牲を出したため、撤退した。ポーランド第一装甲手段は、ヘント北東から東方への進行は、成功を収めた。この地域は、装甲部隊には不向きで、また強固な抵抗にあった。 シダンは9月20日に海岸に向け進攻し、テルネーゼンを占領し、スヘルで川南岸を東方へアントウェルペンまでを、相当した。シモンズは、スヘルで地区内のさらに遠方のゼーブルヘから、ブラークマン入り江まで、内陸へは、レオポルト運河まで広がる、強力な、ドイツ第15軍に守られた、ブレスケンスポケットを攻略するのは多大な犠牲が、必要とされると認識した。 北部前線図10月2日にカナダ第2不評師団はアントワープから北方へ前進を開始した。10月6日に第一段階の目標のウーニスドレヒトで激しい戦闘となった。クルトチル中条式下のチル戦闘団で増強されたドイツ軍はゾイト・ベバラントとワルヘレン島への直接の交通を支配するこの地区の確保を最優先するかに見えた。 平らラ海で浸水した土地でのカナダ軍の攻撃は多大な損害を被ることとなった。激しい雨、罠そして地雷は前進を非常に困難にした。後に暗黒の金曜日として知られることとなる1944年10月13日、カナダ第5不評旅団所属のカナダブラックウォッチ連隊は攻撃に失敗し、ホーゲル兵で付近で事実上全滅した。 後続したカルガリーハイランダーズ連隊の進行は成功を収め、その輸送小隊はコルテフェン駅の占領に成功した。さらにホーゲル兵でで続いて激しい戦闘が行われ、ウンスドレヒトを確保し、ザイト・ベフェラントとワルヘレントの陸路を遮断した。カナダ軍は第一の目標を達成したが、多大な損害を出してしまった。この時、モントゴメリーは、 後期と判断にし、スヘルデ川川口地域の解放を、第21軍集団の最優先事項とする命令を発した。東側のイギリス第2軍は西に進行し、オランダ南部のマース川を相当し、スヘルデ川川口地域を、ドイツ軍から反抗されないように確保した。その間、シモンズは、ゾイとベバランと半島の警部に兵力を集中させた。 カナダ第4装甲師団は、レオポルド運河から北へ移動し、ベルヘン、オプゾームを占領した。10月24日には連合国軍の前線は、さらに半島の警部から先端へ前進し、これに対したドイツ軍の反撃はカナダ第2、不評師団を分断できず、師団は西へそのまま、ワルヘレン島に進行した。ゼイユブス・フラ・アンデレン一図左からスライス、テルネーゼン、 フルスとスヘルでの戦いにおける第二の作戦はブレスケンスポケットを縮小させるための激しい戦闘で始まった。ここでカナダ第三不評師団はレオポルト運河を溶かする戦闘で頑強なドイツ軍の抵抗に遭遇した。以前行われた9月21日からのムーブルヘの戦闘でカナダ第四装甲師団が敗退しており、ここでの戦闘は今回担当した。 カナダ第三不評師団が困難な局面に置かれることを示していた。レオポルト運河とシップドンク運河との間は強力なドイツ軍の防御に加えて第三不評師団の侵入路にあたる地域は浸水していた。侵攻に最適な箇所は日本の運河の分岐点の東方すぐ近くの地点と決定されたが、そこのレオポルト運河を越えた狭く細長い乾いた土地は 数百メートルの幅でしかなかった線を底辺とし、頂点をムールス方フと村のおよそ5キロメートル東と、する、超三角形を描く。10月6日から二面攻撃が開始され、カナダ第三不氷師団の第七不氷旅団は、最初の攻撃行動として、レオポルト運河を溶かし、一方の第九不氷旅団は、ポケット部の沿岸側あるいは、北側から、 水陸両用攻撃を開始した。攻撃は広範囲にわたる火砲とユニバーサルキャリアに火炎放射器を搭載したカナダ製のワスプ火炎放射キャリアの支援を受けた。ワスプはレオポルト運河の対岸へ火炎放射弾幕を展開し、第7不評旅団の部隊が急勾配の運河の土手を登ったり、攻撃用集停のとかを可能にした。2箇所に分かれて、 不安定な足がかりが気づかれたが、ドイツ軍は、火炎放射のショックから立ち直り反撃を開始した。しかし極めて脆弱な共闘歩からのカナダ軍の行動を阻止できなかった。10月9日には、共闘歩の間の隙間が埋まり、10月12日の早朝には、アールデンブルフ線を超える地点まで到達した。テラピン水陸両用車の前を通過する、LVT の列。 1944年10月スヘルデ川、カナダ第9不評旅団は、王立公兵第5戦闘連隊員を操縦する、テラピン水陸療養者とバッファローの助けを借りて、水陸療養の作戦行動を遂行した。第9不評旅団の計画は、ブラークマニリエの入り口を、水陸療養者で渡り、ホーフトプラート付近に上陸するというものであった。ここで、 ポケットの背後を突くか、岸側を攻撃するかということがあったが、両方向から同時に圧力を加えることとなった。水陸両用車の巧みな運転によっても、運河のとかは困難だったが、結果的に24時間遅れたものの共闘歩が気づかれ、ドイツ軍の予期しない攻撃となった。ここで、もう一度ドイツ軍は素早く立て直し激しく、反抗したが、少しずつ後退していった。 カナダ第4走行士団の第10旅団は、レオポルト運河を渡りイサベラ艦託地を攻撃した。第3不評士団の第8不評旅団は、ポケット部の海岸側から南下するよう命令された。これにより、ポケット部への陸上からの物資補給ルートが開かれた。カナダ第3不評士団はさらに戦闘行動を続け、海岸のフレデリック・ヘンデリック要塞だけでなく、 ブレスケンス、オーストブルフ、ザイトザンデおよびカトザント地区のドイツ軍部隊を相当した。11月3日にはカナダ第一軍はベルギーのクノッケおよびゼーブルヘを解放しブレスケンスポケットを解消しドイツ軍をスヘルで川南岸から排除してスイッチバック作戦は終了した。10月24日にカナダ第二府表士団のザイトベフェラント半島への 進攻によりスヘルデンの戦いにおける第3の主要作戦行動が開始された。カナダ軍は、早急に決着がつくよう望んで抵抗を回避し、ベフェラントウンガの対岸に共闘法を築くようにしたが、地雷、デーネー及びドイツ軍の強力な防御により計画よりも、はるかに時間をかけることとなった。イギリス第52不評師団は、 水陸両用作戦で西スヘルデ川を溶かし、デフェラント運河広方のドイツ軍防護陣地を攻撃した。これにより強固な防御陣地は側面から攻撃されることとなり、カナダ第六不評旅団は攻撃集定により正面からの攻撃を開始した。後兵は主要道路に橋を架け運河を渡れるようにした。ドイツ軍の防衛線は運河の線を突破されて崩壊し、 在トベフェランと半島のドイツ軍は相当された。これによりスヘルデの戦いの第3段階は終了した。ワルヘレン島の部隊配置スヘルデの戦いの第4段階が始まった時点で、西スヘルデ川川口のワルヘレン島のみがドイツ軍の手に残っているだけだった。島の防御は非常に強化されていて、西及び南側海岸には 海岸重砲台が設置され島とスヘルデ川川口の両方を守っていて、海岸線は上陸線に備えた強固な要塞となっていた。さらに、陸地の方には、フリッシュゲンの町の周囲に防衛線が設けられ、またその港湾施設も連合国軍のワルヘレン、島上陸に対して防御されていた。陸からワルヘレン島へは、ザイトベフェラントからの長くて、 二車線にも満たない狭いスルダムの堤防線が唯一の侵入口だった。さらに困難なことは、堤防に囲まれた平坦地は、海水が浸水し、徒歩で移動するには深く、攻撃用の集点を使うには浅いという深さだった。ドイツ軍の防衛線を突破するため、イギリス空軍爆撃航空団の爆撃により、堤防は破壊された。 10月3日に、ウェストカペレが爆撃され多くの民間人が犠牲となった。10月7日には、東西のフリッシン編の2カ所、10月11日には、フェーレが爆撃された。爆撃により、堤防が破壊され、ワルヘレン島の中央部は浸水して、ドイツ軍の防衛部隊は、島の外周部の高地あるいは、市街地へと移動したが、 連合国軍の水陸両用車両の使用を可能にするものであった。ワルヘレン島は東から堤防線を通じ、南からスヘルデ川を溶かし、西から海を渡っての3方向から攻撃を受けることとなった。1944年10月31日カナダ第二不評手団は堤防線の攻撃を開始した。 最初のカナダブラックウォッチ連隊の攻撃は跳ねのけられ、さらに、カルガリーハイランダーズ連隊も一個中隊を派遣したが、堤防線を渡る途中で阻止された。11月1日朝から開始されたカルガリー、ハイランダーズ連隊の攻撃で不安定ながら、足場を築くことができ、丸1日戦闘が行われ、メゾヌーブ連隊が交代して、共闘補確保のために戦った。 11月2日には、連隊は、堤防線から撤退し、イギリス第52師団グラスゴーハイランダーズ連隊の、大隊と交代した。さらに海上からの攻撃とともに、第52師団の攻撃が続いた。11月1日に上陸作戦が二手に分かれて、開始された。インファチュエート第一作戦は、イギリス第1 5 5号不評旅団の不評部隊を、機関として、 第4コマンドーとブレスケンスから小型上陸用集停に座上しスヘルデ川を溶かしコードネームアンクルビーチと命名されたフリッシン編南東部地域の海岸へ上陸し攻撃したドイツ軍防衛部隊と数日間にわたり激しい市街戦を展開したインファチュエート第二作戦も11月1日朝にベストカペレへの上陸作戦で開始された イギリス海軍の戦艦をオースパイとモニター艦エレバスロバーツによる激しい艦砲射撃の後イギリス第79機構士団の特殊装甲車両の支援を受け第4特殊任務旅団の部隊は護岸艇の両端の隙間から大型の上陸用舟艇や水陸両用車両を使い兵士や戦車を海岸に運び上陸したそこで激しい戦闘が展開されたが市街地は 廃墟となる前に占領された。その後部隊の一部は南東方向のフリッシン新辺へ向かい移動し、部隊の主力は北東へ移動しワルヘレン島の北半分を相当して、カナダ軍部隊が島の東部に築いた、共闘歩と合流した。この地域を防衛していたドイツ軍部隊は依然として、激しい抵抗を行い、戦闘は11月7日まで続いた。 アントワープ港での貨物船4とらき11月6日にワルヘレン島の中心都市ミデルブルフを攻略した後、連合国軍は抵抗を続けているドイツ軍司令官が連合国軍の装甲部隊に対してのみ降伏すると考えた。けれどもミデルブルフへは戦車で侵入することが不可能だったため、部隊は水陸両用の LVT でミデルブルフへ乗り込んだ。 11月8日には、すべてのドイツ軍の抵抗が終わった。その間、カナダ第4装甲師団は一旦東方のベルヘン、オプゾームを経由して東スヘルで川北岸で、数隻のドイツ船舶が沈没していた、ゼーペ港のあるシンとフィリップスラントを攻撃した。アントワープへの侵入経路の相当は、スヘルでの戦いの4段階の終了をもって、完了した。 アントワープ港の多くの港湾施設の補修とスヘルデ川川口の機雷総会が行われた後11月28日にカナダで建造された貨物船4とらきの先導する最初の貨物船団が入港した1944年10月23日から11月5日までアメリカ合衆国陸軍第104不評師団はイギリス第一軍団に付属させられ この間最初の戦闘を経験した。師団は北ブラバント州中央部に位置し、ドイツ軍狙撃兵と砲撃に抗し続けることに成功した。5週間にわたる攻撃が終了して、カナダ第一軍は、ドイツ軍捕虜4万1043名を得た。11月28日に、最初の輸送船が到着して後、輸送船団が大陸への物資供給の確実な、 流れとなり始め、燃料をはじめとして、補給物資の不足により停滞していた、連合国軍のパリからラインへの進行に、再び正規を与えることとなった。ドイツ軍は連合国軍が、推進の深い港を確保することの重要性を、認識していた。このため連合国軍のこの行動を排除しようとし、また後に、物資供給の流れを破壊しようとし、アントワープに対し他の、 どの都市よりも多く V2 ロケットの標的にして発射した。実際、戦時中に発射された V2 の約半数がアントワープに向けてのものであった。アントワープ港は戦略的に重要であり、バルジの戦いを通じてドイツ軍がその奪還を目指した主要都市と港湾であった。チャールズ・メッセンジャー著、ノルマンディ上陸作戦、鈴木地から 朝岡雅子役、川出処防審者、2005年、P159ISBN4 から3096118778ザカルガリーハイランダーズエネミーフォーセス、サウス・ベイ・バレントバルカレン、2010年9月4日、エツライン・ザ・オフィシャル・ヒストリー・オブ・ザ・カナディアン・アーミー・ザ・バトル・オブ・ザ・スケルト・セプテンバー・ノーベンバー。1944パート I、プラニング。 アンドオペレーションズノースオブアントワープファイティング、ノースフロムアントワープスケッチ28が詳しい2010年9月11日エツラインザオフィシャルヒストリーオブザカナディアンアーミーザバトルオブザスケルトセプテンバーノーベンバー1944パート I プラニングアンドオペレーションズノースオブアントワープストラテジックディスカッション,ンエ英ニュープライオリティ2010年9月11日 エツランザオフィシャルヒストリーオブザカナディアンアーミーザバトルオブザスケルトセプテンバーノーベンバー1944パート2ブレスカンズサウスベイバレントバルカレンのスケッチ29が詳しい2010年9月11日エツランそれぞれゼーラント州のスライスヘメンテに属する地区ザオフィシャルヒストリーオブザカナディアンアーミーチャプターズビーザ バトルオブザスケルトセプテンバーノーベンバー1944パート2ブレスカンズサウスベイバレントバルカレンピアニッシモ、416から417 2010年12月25日閲覧ありがとうございます